ボートレース幕末の公開勝利者インタビューです。第4レースを制した春園浩太選手の登場です。お疲れ様です。どうぞお帰りください。シリーズ2勝目、こちら特製ステンレスタンブラー差し上げます。はい、どうぞお使いください。ありがとうございます。両手で受け取っていただきました。いい感じですかね。ちょっと足的にはもうちょっと上積みしたいなと思ってペラやってるんですけど、ちょっといまいちしっくりきてない。きてない。はい、はい、レースを見ながらね振り返っていきましょう。進入内から1札3、4、5、6 3コースから行きました。まずスタートの感じなんですが、あ、ちょっと早かったんで掘りました。あ、そうですか。隣も起き上がったりいろいろね、皆さんが早いのを分かったでしょうね。展開捉えて入ってきますが、ちょっと重野さんに迷惑かけちゃったんで。ああ、そうなんだ。申し訳ないです。本当はもうちょっと鋭角に入れたらと思ったんですけど、ちょっと青木さんも握ってきそうだったんで、はい、もうあの角度でしかターンできなかったんですよね。ああ、そうなんですね。はい、でその後のこの一人で走ってるあと5回のターンはどうでしたか。ちょっと太陽が眩しすぎて、あ、そうなんだ。よく分かんなかったです。ああ、ちょうどこの時間がね一番、はい、眩しいかもしれません。体感が何か違うんですかね。ちょっと、はい、今日なんか回転が足りてないような気がする、うん、ような感じがするわけですね。10レース再登場ですからプロフェタ調整やっていきますかね。はいはい、さあそれでは後半に向けて一言お願いしましょう。後半も頑張ります。はい、第4レースを制しました3号艇の春園浩太選手でした。お疲れ様でした。はい、拍手でお送りいただきます。はい、マイクお預かりします。はい、会長です。ありがとうございます。